ミトジュリオです。今日の動画は6月のおすすめ本。6月といえばジメジメしててちょっと蒸し暑い、そんな時期におすすめというと、今日持ってきた本は薄暗めが多いんですけれども、紹介したいと思います。第3位はででん、浅田次郎さんのメトロに乗って、超有名どころ、映画化もされております。私はちょっと映画見たことはないので、この本だけで今日は解説していこうと思うんですけど、厚さはねこのくらい、1週間くらいあれば読めるんじゃないでしょうか。ちょっとね、私これ読んだの結構だいぶ前で、記憶が曖昧なところがあるんですけど、題材がメトロということで、そのメトロのノスタルジーでロマンがあるところだったり、お話がねちょっと薄暗いというか、胸が締め付けられるような話で、全体的にが相まって、ちょっとねあの昭和を感じるノスタルジーな小説になっております。あらすじは、主人公の紺沼真嗣、女性下着を売るセールスマンの仕事をしているいい年した社会人なんですけど、彼のお父さんはコノマグループという世界的にも有名な大きい会社の創立者なんですね。真嗣は御曹司なんですけれども、真嗣はそのお父さんが大嫌いで、高校卒業した時に家を飛び出すという過去を持っている主人公なんですね。で、ある日永田町のメトロの階段を登って30年前にタイムスリップする、そっから話が始まるタイムスリップものの物語となっています。最初はね30年後にタイムスリップしていくんですけど、どん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 いろんな過去に戻っていくんです。最初はね一人でタイムスリップしたりもするんですけど、途中で結婚してるんですよ、あの主人公は。結婚してるけど愛人が会社にいて、その愛人と一緒にタイムスリップしたりもするんです。で、主人公もねいろんな薄暗い過去を持っていますから、あの30年前にお兄ちゃんが自殺しちゃったり、そういう過去を持つ主人公がどん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 タイムスリップしていくことで、兄の自殺の真相だったり、大嫌いだったお父さんの若い頃にもあったりするんですね。大嫌いで理解ができなかったお父さんの過去を知ることで、どこか嫌いになれない、そんな気持ちになったり、あと愛人と一緒にタイムスリップすることで、お互いの過去を知ることで、この複雑な関係はどうなっていくのかというところにも注目してほしいポイントです。すごく胸が締め付けられて、ハッピーエンドなのかバッドエンドなのか、その最後にもぜひ注目してほしいし、こう読み終わった後に親の見方がもしかしたら変わる人もいるんじゃないかなと思います。とっても不器用だけどすごく愛のある話になっています。ちょっとねあの胸が締め付けられすぎるので、すっごい雨がザーザー降ってる時の、もう外に出たくない時のカフェで読むのがいいかなと思います。ぜひ読んでみてください。第2位は、どっちにしよう。第2位はね、ででーん、村上春樹さんのダンスダンスダンス、上と下で、2巻からなっております。厚さはこれくらい、結構厚い1ヶ月あれば全然読めます。で、早い人で1週間、まあ無理かな、2週間とか2週間いかないくらいで読めるかなと思います。実はこれ4部作になってて、このダンスダンスダンス2つで1つで最終章だとすると、前作あと3つあって、3つ読むとこの話がより理解できるし深みを増すから、とてもおすすめなんですけど、もちろんこれ単体で読んでも話は全然つかめるし面白いです。私の友達の中にも村上春樹さん読んでる人何人かいるんですけど、その中でもやっぱダンスダンスダンスが人気ってくらい、すごく村上春樹さんの中では読みやすい、受け入れやすい本かなと思います。これ読んだ時にね、私は映画化、このさ厚さを映画化するなんて、ストーリーもめちゃくちゃ複雑だから絶対難しいって思うけど、映画化したら絶対面白いと思う作品がこれかなと思います。何がいいって、村上春樹さんの作品は結構曲名が出たりすることが多いんですけど、とにかく昔のジャズとかクラシックの曲名がめちゃくちゃ出てくるんですよ。例えば車のカーステで流れる音楽はジャズの
なんとかだったとか、ホテルの BGM で流れてたクラシックのなんとかがっていうのがすごく、そういう描写が多くて、ジャズが好き、昔の音楽が好きって人にはその音楽がきっと頭に再生されるから、よりね、悲しいのか嬉しいのかっていう細かいね条件もすごく浮かびやすいんじゃないかなと思います。そしてもう一個いい点、素敵な点は女の子がたくさん出てくるしかもみんな魅力的なんですよ。ホテルの妖精みたいな可愛らしい女性だったりとか、美少女の幼女とかあと耳が特徴的の不思議感漂う女性とか、いろいろ出てくるんですけど、女性一人一人がめちゃくちゃ魅力的で、読んでて楽しい。あらすじはね、主人公がいい年した社会人またかよって感じなんですけど、それで昔女と訪れた安っぽいホテル、イルカホテルの夢をまた最近見るようになって、導かれて一人でイルカホテルを訪れてみると、あんなに安っぽかったホテルが別物になっていたというところから、お話がどんどん進んで、音楽と一緒にステップを踏むように物語が運命的に回っていく、そんな本になってます。いい年した男なのでいろいろもう経験もしてるんですけど、その中でね、主人公の周りでたくさんの人が離れていくんです。友人が自殺しちゃったりだとか、結婚してた妻が出て行っちゃったとか、そういう意味で、自分の周りから離れてる行く人がどん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 増えて、人と関わることが怖くなってる、そんな主人公なんですけど、イルカホテルから導かれた物語によって、さっき言った魅力的な女性たちとか男性や友人とかともこう巡り合っていくんですけど、その中でもちろんやっぱり離れちゃった人たちもいるけれど、この先は言っていいのかなっていうところ、なんて言ったらさ伝わるかな、いろいろ経験していく中で主人公がどんどん強くなるとはまたちょっと違うんですけど、周りが離れていくから塞ぎ込むんじゃなくて、それでも少しの希望を胸に生きていこうとする、そういう奮闘が見られるあたりもとても面白いので、そしてもうなんといっても最後がほんと秀逸、最後が秀逸なの。もうでも最後は結末になっちゃうんで言えないんですけど、私の好きな感じで終わる話です。でね、これ4部作で、ダンスダンスダンスの前に前作が3作品あるって言ったんですけど、その3作品は主人公の高校時代や大学時代、勤め始めの時代っていうのが載ってる、そういう年齢ごとに進んでいくので、さっき言ったね、友人が自殺しちゃった話なんかも出てきたりするんで面白いです。ファンタジー要素がめちゃくちゃ強いので、あと村上春樹節的な、よく出てくる羊男なんかも出てきたりして、もしかしたら初めて読む人にはハテナってなるところも多いけど、ファンタジーだからこういうこともあると思って読み進めれば、なるほどと思える面白い作品なので、ぜひ読んでみてください。第1位はてて、江戸川乱歩の幽霊島。見てくださいよこちら、宮崎駿さんが描いたイラストのね、ハードカバーなんですよこちら。もうね、これが欲しくて私は江戸川乱歩を読み始めました。江戸川乱歩って怖い作品が多いっていうイメージがあって始められなかったんですよ。でもこれをね、機に始めて面白くて、短編はほぼ読破したんですけど、私確かにね、江戸川乱歩さんっておどろおどろしいというか、怖い、気持ち悪い、無意味というか、まだ怖くしたいがための話だろこれみたいな、そういう作品が結構多かったりするんですよ。だけどこれは江戸川乱歩さんの中でも割と怖くない方、怖いっていうよりかはサスペンスとかミステリー要素が強くて、続きが気になるとか、ワクワクドキドキハラハラっていう感じの感情が強くて、江戸川乱歩入門編としても大変おすすめになっておりますこちら。でね、実はこの幽霊と江戸川乱歩さんが考えたものではなく、最初はアリス・M・ウィリアムスンというイギリスの作家さんが灰色の女という本で出版したのが始まりなんです。その灰色の女という本を読んだ明治の作家さん、黒岩類子という方がですね、この本はめちゃくちゃ面白いから新しく書き直したいと言って、その話を日本バージョンにした作品が幽霊島。その黒岩類子さんが日本に直した幽霊島を読んだ江戸川乱歩さんが、これはとても面白いけど現代版に直したいって言って直したのが江戸川乱歩さんの幽霊島になっております。
でですね、これここ見ていただければちょっとわかるんですけど、今から60年前、僕は幽霊島に出会った。ものすごく面白かった。怖くて美しかった。歯車やロマンスに憧れ、それが種となり、僕はルパン三世カリオストロの城を作った。で、宮崎駿さんが帯のコメントでしてるんですけど、ルパン三世カリオストロの城のなんかこう原案になった。しかもですね、ちょっと主人公いやキャラ設定が変わって漫画化されたりとかもしてて、たくさんの人に読まれて、たくさんの人に真似されてる。どの時代の人が読んでも、あ、これ面白いねって思える本がこの幽霊と、まあ、原作灰色の女なんですね。気になるあらすじはと言いますと、主人公北川光雄はおじさんが買った時計塔の下見を頼まれて、時計塔に行くと謎の美女、これですね、野松明子さんに出会うんです。でね、この女性が本当に美しくて、お面をかぶったように本当に整った顔っていう表現がされてるほど本当に美しい女性なんですね。主人公の北川光雄さんがこの明子さんと出会って、交流を重ねていくうちに彼女に惹かれていくんですね。そんな中でこの時計塔、巷では幽霊塔と呼ばれる、幽霊が出ると噂される時計塔だったんですね。その幽霊塔と明子さんと主人公光雄の周りで様々な不思議な事件が多発していくんですね。その中でですね、容疑者として明子さんの名前が挙がってしまうんです。そんな明子さんに惹かれてしまった主人公の光雄は、何としても明子さんの潔白を晴らしたいと事件の謎に迫っていきます。その中で明子さんの謎にも迫っていくんですけれども、それが本当に面白い。この先はもう言えない何が面白いかって、ミステリーものでこの人が犯人かな、あの人がもうちょっと怪しいな、なんて一緒に推理しながら読めるじゃないですか。もちろんそこも面白いんですけれども、本当に最後の最後まで犯人がわからないんですね。で、最後の最後で犯人、幽霊島の事件の真相と明子さんの秘密を知った時、はっとびっくりする、こんなに面白いんだとでね、この時代でこの結末になるんだっていうところにもすごく注目してほしいなと思います。もう予想のつかない展開に本当にハラハラドキドキさせられて、とっても面白い本になっております。ぜひ幽霊と読んでみてください。はい、今日の動画いかがでしたでしょうか。この本読んでみたい、面白そうだなと思った皆さん、チャンネル登録、グッドボタン、そして、この本面白いよなんていうメッセージなんかもお待ちしております